はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらの商品をご紹介したいと思います。じゃじゃんとね、マンガストラクチャー、もう真っ黒なね箱に入ってますね。ちなみにね、ワンボックス買ってます。はい、いやこれはね、一応ね、ジャンプ店でね先行販売されてたんですけれども、自分はその時は買ってきませんでした。まあなぜかというとね、普通に一般販売される分を予約してたんでね、なので現地で買わなかったんですね。はい、それが、今日やっとね、販売されて届きました。はい、ではね、中身がどんな感じで入ってるのか、まあね、全2種で、カラーとモノクロの2種、計4種なんですけれども、まあ、どんな形で入ってるかね、見ていきましょう。はい、こういう感じ、まあ、種類はね、悠々白書の浦飯ゆうつけとドラゴンボールの孫悟空ということでね、こう見るとね、悟空がカラー2つ、モノクロ1つで、ゆうすけがモノクロ2つにカラー1つっていうね、こういうアソートですね。珍しいね。いやこれはそうかと、ゆうすけはモノクロが1つ余って、悟空のカラーが1つ余るっていう感じですね。はあ、なるほど。はい、ちょっと見てみましょうか。結構箱はね、もうすごいしっかりしている、大きい、こう立体感があってんだよね。強襲サイヤ人、海洋拳使ってる時のね。こういう感じで組み立てるってことですね。ストラクチャー立体構造化、まあ、多分これシリーズ化するんでしょうね。全4種類、はい、で、まあ、今回はね、そのユウスケと悟空ということなんでしょうね。ユウスケもすげえかっこいいんだよな、このユウスケ。決定的な違い、あんたのすべてを壊して俺が勝つ。めっちゃかっこいいシーンじゃんこれ。トグルともね、最終決戦の時のやつはね、カラー版の箱も見てみましょう。はい、いやこれめっちゃ出来良さそうだよね。なので思わず箱買いしちゃいましたけどね。いやこれはちょっと出来良さげだな。うわこれめっちゃ絶対出来いいだろう。うわっていうことでね、まあ余りは、悟空カラーとウラ飯も、まあ原作カラー、漫画カラーの2つが余るって感じですね。ワンボックス買うと、まあ絶対こういう配置なのか分かんないけどね、箱によって、裏飯のカラーが1つ余って悟空のモノクロが2つとかいうのもあるんですかね、まあ、そこら辺、まあ、2箱買ってないんで分からないんですけれども、自分の買った箱はねこういうアソートでしたね。はい、ということで、じゃあね、実際この4種類を、開封して見ていきたいと思います。どういう順番で開けようかな。じゃあまあそうだね、悟空が取っといて、じゃあまあ悠々白書から、開封してね見ていきましょう。はい、はい、ということでね、とりあえず箱から出した状態が、こういう感じでプチプチにね、包まれて入ってました。
で、これね、一応ね、枠組みとして食玩なんでね、ガムが一つついてます。申し訳なさそうに。なんで小池ってこれ、申し訳なさそうにちっちゃいガム入れんだろうね。まあ、食玩っていう枠に入れるにはそうするしかないんだろうな。で、もう、これをね、プチプチを開けた状態が、こちらですね。まず枠組みとセリフパーツで、台座にタブし、これがパーツ、で、本体といった形ですね。はい、結構もうこの段階ですげえかっこよさげなんだけど、出来が半端なさそうっていうことなんでね、じゃあもう実際にね、こう漫画イラスト、漫画カラーと、こちらの、カラーね、2つ、組み立て終わった状態で、紹介したいと思います。はい、組み終わりました。一応ね、こういう風に、説明書通りになんか組み立ててくださいってありますけど、一回コツをつかんじゃえばね、もう全然この通りじゃなくてもね、簡単にもう数秒で組み上がるぐらい簡単に、組み上がりましたね。一応自分は、裏つうかね、下から開けたんですけれども、ここにね、まあセリフが入ってたんですよね。いい目だ、そんな目をして挑んできたやつの屍を乗り越えて俺は勝ってきた。これは多分トグロのセリフですよね。まあ、自分は裏から開けたんでね、表が何て書いてあるかっていうのは、皆さんね、買ってご確認ください。まあ、私もね、知らない状態なんでね、なんとも言えませんが、まあ、自分はね、こういう風に、オタク開けといってね、下から開ける派なんでね、なので、上のセリフは何かは分かりませんということでね。はい、ということで、じゃあまずね、白黒から見ていきましょうか。はい、こんな感じ。もうめっちゃかっこいい、これ。あんたの全てを壊して俺が勝つ。もうこうね、漫画から飛び出してるようなね、立体構造になってますけど、はい、いやー、ゆうすけかっこいいわ、これ。イケメンすぎだろうね、ゆうすけ。いや、すごいね。いや、いい。一応ね、これは穴にこう刺さって、ね、こう向きを変えたりもね、自由自在にできます。はい、って感じでね。はい、ではね、カラーの方を見てみましょう。はい、じゃじゃんとね、やっぱカラーになるともう一気に情報量が増して、やっぱいいね。カラーの方がいいな、これは。ゆうすけのね、目が赤くなってるっていうのもね、わかりますしね。うん、すげえ。いや、カラーいいね、やっぱり。ここら辺のね、まあ、分割パーツなんでね、ここら辺の分割部分がちょっと気になりますけどね。まあ、そこら辺はまあ、裏で飾る人はいないだろうからね。いや、これはね、本当に素晴らしいね。うん、これをね、下もつけてちゃんとした全体で立体してほしいね、立体が。うん、そしたら相当すげえ出来のいいフィギュアできそう。ということでね、じゃあ、続いてはね、お待ちかね、ドラゴンボールのね、ご紹介したいと思います。はい、じゃあね、ドラゴンボールも一回ちょっと箱から出した状態でいきます。はい、ドラゴンボールの方ね、開封しました。箱の状態で見るとね、まず箱の底のセリフを見ていきましょう。はい、ですね。
バカな俺の戦闘力を超えやがった。はい、ベジータのセリフですね。いや、これは多分裏側は敵側の相手側のね、セリフなんでしょうね。で、多分表が多分、まあ本人のねセリフになってると思います。はい、で、肝心のね、ドラゴンボールの方はというと、まずまあ普通にさっきと同じようにフレームと、セリフで、ね、ちょっと違うことがありまして、まずねこちらは台座とあと本体が入ってるんですけれども、本体にはなんとブリスターがついてますね、悟空の方は。ちょっと若干重いなと思ったんですけど、ブリスターがついてましたね。これは何だろう、なんでだろう、よくわからないけど、はい、こういう感じですね。まあ、あとは、こういう感じでね、やっぱ包まれて入ってましたね。はい、ではね、早速、両方ともね、組み立てた状態でまた、紹介したいと思います。はい、ということでね、ドラゴンボールの方も、組み立て終わりました。ではね、漫画カラーバージョンから見ていきましょう。はい、こちらやべえ、これめっちゃね造形がすごい、いやーこれはすげえな、もう枠からねはみ出してる感、 3D 感をね表してますけどね。いやーこれはやべえわ。ちょっとねこう斜めにね悟空はこう出てますね。うわーすげえ、最高だねこれ。なんかね一応ネットじゃね、ドラゴンボールだけ結構ねこう漁られてね、恨みしだけ取り残されてるっていうね、駆られてる状況があるみたいですけどね。まあだから皆さんね、ドラゴンボールねあったら買っといて、これは損はないですね、いいですね。まあもちろん幽遊白書も全然いいんですけどね。で、肝心のね、カラーの方見てみましょう。じゃじゃじゃんと、はい、かっこいい、超絶かっこいいんですけど、これやばいだろ。これ実際ね、もうこの状態でもう下も作っちゃって、もうフィギュア化しちゃえばいいんだよね、これね。もう造形が半端ないよ、これ。そっくりだしね、ちゃんとシャドウとかも吹いてて、血管の浮き具合、造形、もうパーフェクト、これ。いや、これで本当、もう全身像作ってほしいな。いや、これすっごい。消えてきたよ、何これ、うわこれは素晴らしいね。うわやっぱカラーの方がねやっぱこう情報量があるんで、この場合は本当カラーの方が全然いいね。いやーすっげえこれ、出来が半端ないわ。これよかった、これ予約しといて。うわかっけー、これはすごい、驚いたわこれ。はい、ということでね、まあ全4種開封しましたけれども、まあ、ドラゴンボールはもちろんのことね、悠々白書もね半端ない出来ですね。まあ、悠々白書自体がそこまでフィギュア化がね、まあ、されてはいますけど、まあ、最近は全然されてなかったんでね、もう新鮮味がありますよねこれはね。だからもうほんとね、このシリーズはあった時点で買った方がいいですね。まあもちろん、太鼓判を押すぐらいおすすめ
しますね、このフィギュアは。まあ1体がいくら、これいくらぐらいするんだろうね、500円ぐらいかな。1体いくらって書いてないっけ、書いてもわかんねえな、俺箱買いしたからね。うん、いやほんとね、これはシリーズ化してほしいね、ぜひね。別の、漫画とかでもね、多分これが好評だったら多分続くとは思うんですけどね。うん、ということで、まあ、今回はね、こちらが、届いたばかりということでね、ご紹介させていただきましたけれども、これを見てね、もしよろしければ、チャンネル登録、あとね、いいねボタンも押していただけるとありがたいです。ではね、今回は、この辺でね、終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。